この先か。壊れてる。なんか素敵な、これ資料館の扉だ。まだ資料館臭さを残してはいるもののっていうね。壊れてる。え？あれ階段あるけど行けない、行けないね。床に蓋がある。しかしこれを開けることはできない。取っ手があったであろう場所には今はただくぼみがあるだけだ。何？くぼみがあるものを入れればいいのか。あ、てかこれ3つ揃ったわ。あ、蝋人形はどう？これなんか穴の中に蝋人形が入んないみたいなこと書いてある。頭を使えよこの野郎。もしかしてライターとコンボで使うの？これコンビネーションでしょ多分。コンビネーションでユーズ。蝋を溶かすだけではいかない頭を使えよこの野郎。意味なし。あと取っ手が必要なのか。オイルライター、金属製のライター、普通のものより火力が強いようだ。蝋人形蝋で作られた人形、独房に置いてあった。もうセンス。思ったけど食堂のところになんか落ちてんじゃない、スプーン的なやつ。そしたら取っ手になりそうなもんだけどね。ちょっと寄ってみよう。怖っ。でもね、でもキョロキョロしないもんね。死刑場に、違う処刑場に戻ってまいりました。で、そういえば詳細な説明を見てなかった。虐げるもの、表面に虐げるものが書かれた金属製の板、独房で手に入れた。いや、虐げてますね。虐げてるわ。宝飾豚かな。読み方、表面に宝飾豚が描かれた金属製の板、食堂で手に入れた。どれどれ。あー食べてるね、お肉食べてる。描かれてますね。誘惑する女、表面に誘惑する女が描かれた金属製の板、シャワー室で手に入れた。あーなるほどね、シャワー室でね。これに関しては何も言う前、誘惑なのか何なのかという。で、ちょっと待って、これの並び順がちょっと、あ、ごめん。またやっちゃった。ちょっとまっすぐに歩けない病がね。これをどうやって、どの順番で入れるかですよね。人よちを三つの罪の生産よ。え、この順番わかんなくない？はめた。豚はめた。女をはめた。誰の声ダメだった今。ふわーっつってた。ふわーっつったよ。え、
ちょっと待って、なんかなってる、なんかなってる。あ、特に何もなってない。あ、順番違うんだこれ。あ、でも動かせない。あの、一度はめたら動かせない。あ、どうしよう、まあいっか。え、いいのか。ちょっと待って、え、こんな、え、なぜここに、なぜここに蹄鉄があるのか。なぜかかってたっけこんな。ユーズって馬の蹄につける金具、広場の扉にかけてあった。広場の扉にかけてあったのをポケットに入れたんだね、チームさん。チェックマーク入りましたよ。チェック積み屋でと。てっきりここの人がさっきやられたかと思ったけどね。ここで歩いてる人。あ、なんか黒い血が一瞬見えた。おうって言ってた。いや、絶対いるんだよ、あそこにいるんだ。あれ、ちょっと待って、え、なんか良さげなのそこに置いてない？位置高くない？あれ、これ使っていいやつじゃないの？なんか取れないんだけど。なんで身長が足りない？なんかいいものが、すごいいいもの置いてあるじゃない、それ。まだ取る資格ないのか。なんか、それすごい取りたいものじゃないの？ちょっと待って。何か段階、あれ、ちょっと順序立てていかないといけないタイプかなこの人は。これで奥の部屋に何もなかった、どうしよう。これ終了ライフじゃないの。あ、いつの間にか入手してたんだこれ、終了用ライフを。最大装填数4発、連射は難しいが一発の威力は大きい。見せてくださいよ。おー、かっこいい。なんか馴染むね。あ、すごい、なんかそれっぽい、それっぽいね。いや、なんか、え、いつ撮った？ここで弾拾ってる時にゲットしてたのか。よし、じゃあこれコンビネーションで、これいけるでしょうね、この3つでようやく完成するとってですよ。わ、なんということでしょう。たきみの技で。たきみって言っちゃった。ナイス。またそうやって、またそうやってやる。飛び込むけどね。すん。なんかだんだんあれだね、こうビビりながらじゃない。だんだん降りることに慣れてきたね。よし、来たよ。これは、わー、開かない。なんていうか、狩猟用ライフルを持ったまま。うん、地下1階、地下1階だそうだ。いや、壊れてんのかい。
足組んでるよ。今動いたような気がするな。気のせい、やめて、気のせいだよ。もうちょっとやめて。かわいい足。死体は腐臭を漂わせている。また嗅いだね。しかもその位置、足を嗅いだね。なんか鼻の中から腐臭。嗅がなくていい。もう嗅がなくていいよ。なんてひどい。鼻の奥に。見なかったことにしよう。でもちゃんとコメント入れるもんね。いや、一つの穴に何個も入れちゃダメだよ。どんだけだよ。出てる、出てるよ、出てる。一応触るけどさ、全部の穴に、穴の奥に何かある。あれはバラバラな。いや、やめよう。これ以上見るのもつらい。何みたい。あー、怖い怖い怖い。これやばいよ。これやばい。この人の足が力なく何個もあるのやばい。そしてこの先なんか引きずってこうした跡があるけど、行きたくないな、ここ。また降りる、また降りる。この死体はこの穴に、穴に捨てられてたってこと。やば、マジか。え、そこ、床に穴が開いている。そこは見えない。どこに続いているのだろうか。降りますか。降りるかい。降りないと始まんないんでしょ、話がね。分かってるよ、分かってるけどね。なんか躊躇しないもん。もう迷わない。だって死体がさ、捨てられてた穴でしょ。死体が捨てられてた穴にどうして入るのよ。ね、そして口パカ開いてたし、ね、ここどこ。地図は持ってない。来たー。サイレントヒルのどこかの場所。え、あ、これ落ちてきた場所だよね。え、また穴じゃないこれ。また穴だよ。また穴だ。落ちていくしかないのか。落ちていくしかないのか。もうモノマネとか言わないよ。そうやって落ちたらもう体がバラバラになっちゃうでしょ。鍵壊れてる。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、めっちゃ見てるけど乗りたくない。乗りたくないぞこれは。めっちゃ見てるもんねこれね。ん、あ、ハンドガンの弾。違う、ショットガンだった。あ、救急キットね、ありがとう。あとナイフ。ちょっと待って、シュルフライフルの弾、ハンドガンの弾。ちょっと待って、なんか普通に餌に釣られて入っちゃったペットみたいになってるけど。釣られたな、餌に釣られたな。どこに行くんだろうな。
すげえブルブルしてるコントローラー。そして特に何も起こらないけど、どんどん地下に潜っている。これ下ることで深淵を見れるというやつですか。その飽き方、その飽き方なんなのよ。なんなのよ。ここ何、セーブポインターがあるよ。何かあるんだね、この先にね。了解。